兄貴を助けに来たのか。そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえごときじゃ命はねえぞ。うぜえ、お前がそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。クソ生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、あなったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。오늘은원피스최고의하이라이트신인마린포드편에서의명장면중의하나인흰수윤과루피모습을조형화한피규어를소개할까합니다마린포드편의도입부장면으로처형위기에놓인에이스를구출하기위해마린포드에상륙한흰수윤과그옆에서당차게본인이직접구해내겠다며외치는루피의모습입니다먼저제일복권마린포드최종결전편시상루피피규어입니다대략 13cm 의아담한크기로포즈는물론표정까지원작의모습을충실히재현하고있습니다이번에는제일복권마린포드편비상흰수염피규어입니다약 30cm 의상당한크기인데요손에들고있는무기인어널또를포함하면약 52cm 가될정도로어마무시한크기의피규어입니다제일복권피규어라는것을감안하면가슴의상처와근육힘줄그리고망토와바지의주름과색상등세세한부분까지리얼하게재현하였습니다배의갑판을형상화한디오라마형식의발판과주변의연기표현도인상적입니다다만초창기제일복권피규어라서그런지얼굴조형은아쉬움이많이남는부분입니다지금까지영상봐주셔서감사드리고요구독과좋아요는잊지말고꾹꾹다음피규어영상도많은기대부탁드립니다